日本の航空自衛隊が現在運用している F2 戦闘機ですが、その代替となる次期戦闘機開発を進めることが決定されました。今回は、新たな戦闘機開発の枠組みの、日本、イギリス、イタリア3カ国による次期戦闘機の共同開発について見ていきたいと思います。日本が、ついに、戦闘機輸出に舵を切ったことで、中国が猛反発しています。中国も、第5世代までの開発で止まっていますし、何より、燃費がかなり悪いようですね。ステルス戦闘機も不況へ突入しています。航空自衛隊が保有し、運用している F2 戦闘機。配備、運用開始は2000年、平成12年と古いですね。現在現役は94機ですが、運用開始からすでに20年以上経過していますし、老朽化も進んでいるので、2035年頃から順次退役が始まる予定になっています。こういった事情を背景に、防衛省は F2 戦闘機の代替として次期戦闘機開発を進めることを決定したのです。次期戦闘機開発に関しては、国内の防衛装備品関連企業が主導して準国産戦闘機をという基本的な考え方でしたが、2018年12月18日の閣議で、新たな防衛計画の大網と中期防衛力整備計画を決定。その中に、将来の戦闘機については、F2 戦闘機が退役する時期までに、ネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たせる戦闘機を取得する。そのために、必要な研究を推進すると同時に、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記しました。これによって、純国産戦闘機ではなく、国際協力の可能性を視野に、日本主導による戦闘機開発になることが決定したというわけです。日本企業だけで製造するのは無理ということなのでしょうか。F2 の退役が始まる2035年頃から、次期戦闘機導入を開始するため、2020年夏頃までに、後継機の要求性能や協力国を決定し、2020年度中に開発に着手、2030年度までに初飛行を実施するというスケジュールのようです。2020年10月には、三菱重工業を開発主体として選定し、正式に次期戦闘機開発契約が結ばれたと発表されました。その他には、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機の7社が参加することになったのです。この共同設計は、三菱重工業が統括する立場で、IHI がエンジン、スバルと川崎重工業が機体開発、電子装備を制御するミッションシステムのアビオニクス関係は、三菱電機、東芝、富士通、日本電機の3社が、レーダーを含む電子機器を担当することが決定しました。海外の協力企業ですが、2020年末までに選定する予定で、アメリカ、イギリスの軍事企業のどちらか、もしくは両国同時進行での技術協力が検討されました。具体的には、アメリカのロッキード・マーティン社とボーイング社、イギリスの BAE システムズ社の3社に絞り込まれたのです。この三菱重工業の技術開発支援海外企業として、アメリカのロッキード・マーティン社を選定する方向で、防衛省は2020年12月調整に入ったそうです。ロッキード・マーティン社は、第5世代ステルス戦闘機 F2 にラプターや、空自無導入している F3 ゴライトニング2など戦闘機の開発メーカーとして有名です。F3 ゴライトニング2の存在感が非常に大きいので、次世代戦闘機開発でもベースになるのではと見られていたので、技術提携先としては有力と考えられていました。しかし、ロッキード・マーティン社は、F2 戦闘機の開発時、同社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースにした際、機体の心臓部ともいえる制御部分の情報を日本側に公開せずブラックボックス化したのです。つまり、状況変化に合わせて、日本で F2 戦闘機の仕様変更はできず、近代化改修にも支障をきたすだけでなく、余計な費用が発生したという苦い歴史がありました。それと同じ轍を踏むのではないかという不安が指摘されていたのです。F2 戦闘機での嫌な経験を念頭に、その後継機開発に関しては、
三菱重工業を主契約企業とし、そこに国内各分野の企業を関連付け、日本が主導することを前提とした開発を進めてきたというわけです。実は、イギリスの軍事産業とは、エンジン分野では、IHI がロールス・ロイス社と開発、製造において提携し、協力体制が確立されていましたし、レーダー分野でも、東芝がイギリスの企業と提携するなど、良好な関係が築かれていたようです。こういった事実から、2022年5月、日本政府は、ロッキード・マーティン社を計画に加えるという、これまでの方針を転換、開発支援企業を、イギリスの BAE システムズ社に変更する意向を明らかにしました。理由として、アメリカ軍の次期戦闘機の開発、及び配備スケジュールは、日本の約10年後の2040年代と見られているので、開発時期が相違していること、ロッキード・マーティン社は、日本側が今回の開発主導権を有することや技術の共有に対して消極的であり、次期戦闘機との連携構築に乗り気ではないことを挙げます。BAE システムズ社は第6世代戦闘機テンペスト開発を進めており、日本の次期戦闘機も第6世代戦闘機の開発プロジェクトという共通の認識があり、収益時期などが重なる上に、装備品でもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることを挙げました。そして、2022年12月9日には、新しい戦闘機開発の枠組みを、日本、イギリス、イタリアの3カ国首脳が、次期戦闘機の共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラムに関する共同首脳声明を発表し、次世代戦闘機を2035年までに国際共同開発することを明らかにしたのです。ここで、防衛装備庁の次期戦闘機プロジェクトを統括する事業管理官である愛氏の発言を紹介します。第5世代以上のスペックの戦闘機を作ることが喫緊課題で、3カ国の共同開発プログラムは、現時点ではコンセプトを設計している段階だが、それが終わると、次期戦闘機の形状を確定させる基本設計に取り掛かる。その後、製造工程までを含めた詳細設計に入り、設計作業を5年ほど行いながら、2035年の開発完了を目指し、試作機製造や地上試験及び飛行試験などのスケジュールを設定しているとも語りました。また、日本、イギリス、イタリア3カ国の政府企業間では、毎日のようにビデオ会議を行っているが、当然ながら異なる言語の3カ国の共同開発ならではの苦労もあるそうです。英語を母国語としない人同士で話せば誤解も生じるし、時差もあるので、日本時間の夕方でないと会議はできない。とはいえ、毎日のように協議しているので、日を追うごとに、チームの一体感は高まっているとも述べました。愛氏は、次期戦闘機の設計作業は、2024年にかけて、大きな局面を迎えると発言。機体はもちろん、各種センサーやレーダー、エンジンなど、どの国が、どの企業が担当するのか。どの国も、自国の防衛産業を重視して、どの国も、自分の事情で戦闘機を回収したいため、話したくない技術がある。そのため、水面下で駆け引きがあり、その交渉が、日本の防衛産業の重要な分岐点になると考えているようです。3カ国での共同開発に決まりましたが、日本がどこを担当したいのか、他の国にはどこを譲れないのかが重要です。これについて、愛氏は、日本が譲れないポイントとして、機体構造の軽量化、エンジンレーダーの3点と指摘しました。機体構造の軽量化については、2014年から三菱重工業が研究を続けてきた技術です。エンジンは、IHI が2018年、水力15トン級の XF91 エンジンの開発に成功して防衛装備庁に納入しています。開発した国産エンジンを戦闘機に積むことは日本の悲願ですから、絶対譲れませんね。レーダーについても F2 戦闘機開発時から日本の技術には大きな強みがあるので、次期戦闘機でも日本が担い、さらに発展させて日本の防衛産業発展につなげたいと言っています。
アイ氏は、アメリカとの関係については、アメリカは、次世代戦闘機の開発に目を向けていないので、全く問題はないと断言しています。そして、この開発は、今後、大きなコストがかかると予想されるので、海外への輸出によってコストダウンが期待されますが、防衛装備移転三原則の運用により、いたずらに海外移転を拡大させないことが重要ですから、政府に慎重な議論や丁寧な説明を求める声があるとも述べています。